皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。バックエクステーションの解説をしていきたいと思います。このバックエクステンションなんですけども、いわゆる背筋運動ありますよね。そのイメージが強いんで、背中の筋肉、腰回りの脊柱起立筋と呼ばれるこう筋肉を鍛えるためのトレーニングっていう印象が強いと思うんですね。それだけであって、お尻とかももの裏側、ハムストリングの筋肉も、一緒に鍛えることができます。体の裏側の筋肉を、全部一緒に鍛えることができるので、実はですね、非常にいい種目ですのでやっていただければなと思います。まずこのパッドのですね、長さをどれぐらいにしたらいいのかと言いますと、この腰骨のちょっと上ぐらいにこのパッドの端が来るように調整をしてください。大体そういう感じで調整するとこんな感じになります。グッと下ろした時に、パッドの上の端がですね、腰骨の上あたりに来るようにセットをしていただいたら、足はつま先がまっすぐ正面を向くようですね、セットをしていただいて、足幅は腰幅ぐらい目安にしてください。で、背筋をしっかり伸ばして胸の前で手を組んだら、ぐーっとゆっくり下ろしていって、下ろしきったところで体がまっすぐになるまで上げます。で、下ろして上げる、下ろして上げるという形でやっていきます。注意する点1点だけ、こうしっかり鍛えようという気持ちが強すぎると、まっすぐよりもぐーっと上に反らしてしまう方たまにいらっしゃるんですけども、反らしすぎると腰周りにものすごい負担がかかって怪我の原因になりますので、あくまでも上げるときは体がまっすぐになるまで、まっすぐまで上げるという意識で動作を行ってみてください。で、自重でね、ちょっと負荷が足りなくてこう重さを足していきたいっていう場合、こういったプレートを使うようにするのが一番スムーズかなと思います。手をね、胸の前で組んでいただいたと思うんですけど、それと同じ要領で胸で抱えていただいてやるという形で重量を足していっていただけるといいかなと思います。で、ここでですね、応用編ということで、今の動作で、体の裏側の筋肉、まんべんなく鍛えることができるんですけども、より腰回り、背中の筋肉を重点的に鍛えていきたいという方は、あえてパッドをですね、長めに設定していただいて、完全にもう骨盤が隠れるぐらいの長さにしていただいて、あえてですね、背中をぐっと丸めて伸ばす、丸めて伸ばす、丸めて伸ばすというふうに動作をしていただくと、より背中の脊柱起立筋に集中的に負荷をかけることができます。ただしですね、背中を丸めるという動作が入ってきますので、むやみにですね、重たい重量を扱ってしまうと、これもまた、腰を怪我する原因になってしまうので、自重とか軽いウェイトから様子を見ながらですね、やるようにしてみてください。逆にですね、お尻とかももの裏側により重点的に鍛えていきたいという方なんかは、若干ですね、背中を丸めたまま動作をしていただくと、よりお尻とかももの裏側を重点的に鍛えることができますので、目的に応じてですね、ちょっとバリエーションを使い分けてみていただくのもいいかと思います。それでは今回はですね、バックエクステンションのやり方解説していきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。